皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校5年生、理科、植物の発芽と成長、1時間目、パート2の内容です。それでは、学習を始めていきましょう。授業を始める前に、準備を整えましょう。教科書27ページ、 ノート、下敷き、筆記用具を机の上に出しましょう。動画の停止ボタンを押して準備をし、準備ができたら再生ボタンを押しましょう。画面を見てください。パート1の学習で発芽には水が必要であり、土や肥料は必要でない。 ことが分かりました2人の友達がさらに発芽の条件について話をしています。見てみましょう。植物も生き物だから呼吸をするために空気は必要じゃないかな春に発芽するからやっぱり暖かさも関係しているんじゃないかな種子が発芽するために 水の他に何が必要でしょうか。皆さんはどう考えますか。予想をしてみましょう。それではノートを準備しましょう。ノートに学習問題と自分の考えた予想を書きましょう。動画の停止ボタンを押してノートに書きましょう。ノートに書き終わったら、 再生ボタンを押しましょう教科書27ページを開きましょう水のほかに発芽に必要な条件についてどのように調べればいいですか学習の計画を立てましょう画面を見てください一人の友達が話をしています 26ページの実験では水が必要か調べたから水の条件だけを変えたんだったね。そうでしたね。水が必要か調べるので水の条件については「あと」「い」で変えてそれ以外に空気や「温度」についての条件は2つとも揃えましたね。このように 実験を行うときは条件を1つだけ変えて他の条件は揃えて調べることが大切です今回はその他の条件について空気と温度がそれぞれ発芽に必要な条件かどうか考えていきましょうまず発芽に空気が必要かどうか調べる時の 実験の仕方について考えていきましょう一人の友達がこのように話しています空気が必要か調べたいから空気の条件だけ変えればいいねそうですね調べたい条件一つだけを変えてそれ以外の条件を揃えると表のようになりますちなみに前回の実験でそもそも 水がないと発芽しないということが分かっているので水の条件は2つとも「あり」でいいですねでは皆さん考えてみましょう絵の方の条件では空気が「なし」となっていますが空気のない状態はどのようにすればいいでしょうかそれでは調べ方を見てみましょう 教科書2829ページを開きましょう実験1:1発芽に空気が必要かどうかの調べ方は一、2つのカップ「う」と「え」に脱脂綿を入れ水で湿らせそれぞれにインゲン豆の種子を置く丸二 絵にはさらに水を加えて種子を水に沈め種子が空気と触れないようにするこのような方法で実験をしていきますではノートにこの「調べ方と結果をまとめる表」を書きましょう動画の停止ボタンを押してノートに書きましょう ノートに書き終わったら再生ボタンを押しましょう画面を見てください実験の結果を見ていきましょう種子をカップに入れて数日後「う」の空気に触れさせたインゲン豆は発芽しましたの 水に沈めて空気と触れさせないようにしたインゲン豆は発芽しませんでした結果を表に整理するとこのようになります先ほど書いた表の「結果」の箇所に実験結果を記入しましょう動画の停止ボタンを押して結果をノートに書きましょう ノートに書き終わったら再生ボタンを押しましょう次に発芽に温度が関係しているかどうか調べるときの実験の仕方について考えていきましょう一人の友達がこのように話しています温度が関係しているか調べたいから 温度の条件だけ変えればいいねねそうです、ね、調べたい条件一つだけを変えてそれ以外の条件を揃えると表のようになります今回の実験も水空気の条件については両方とも「あり」でなければ発芽しないことが分かっているので共通で「あり」でいいですねでは皆さん 考えてみましょう尾の方の約20度は部屋の中の温度とすると下の低い温度約5度はどのようにすればいいでしょうかそれでは調べ方を見てみましょう教科書2829ページを開きましょう実験1-2 発芽に温度が関係しているかどうかの調べ方は、丸1、2つのカップ、おとかに、脱脂麺を入れ、水で湿らせ、それぞれに、いんげん豆の種子を置く。丸2、おは、部屋の中に置き、箱をかぶせて、暗くする。かは、冷蔵庫に入れる。 このような方法で実験をしていきます。ここで注意点があるので画面をよく見てください。「尾のカップは箱をかぶせて暗くすると書きました。なぜ尾に箱をかぶせるのかというと、かは冷蔵庫に入れます。冷蔵庫は扉を開けると明るくなりますが、 閉めると暗くなりますね温度以外の条件をすべて揃えるために尾に箱をかぶせて暗くするのですではノートにこの調べ方と結果をまとめる表を書きましょう動画の停止ボタンを押してノートに書きましょうノートに書き終わったら 再生ボタンを押しましょう画面を見てください実験の結果を見ていきましょう種子をカップに入れて数日後尾の部屋の中約20度の場所に置いたインゲン豆は発芽しましたえの 冷蔵庫の中約5度の場所に置いたインゲン豆は発芽しませんでした結果を表に整理するとこのようになります先ほど書いた表の「結果」の箇所に実験結果を記入しましょう動画の停止ボタンを押して「結果」をノートに書きましょう ノートに書き終わったら再生ボタンを押しましょうそれでは結果から言えること考察をしていきましょう空気についての条件では空気に触れていない種子は発芽しないと考えることができますねつまり 種子の発芽には空気が必要であると言えますね。温度についての条件では、低い温度では種子は発芽しないと考えることができますね。そこから、種子には発芽に適した温度があると言えるでしょう。では、動画の 停止ボタンを押してノートに考察を書きましょうノートに書き終わったら再生ボタンを押しましょう教科書三十ページを開きましょうこれまでのことからこのような結論が言えますね種子が発芽するには 水、空気、発芽に適した温度の3つの条件が揃うことが必要であるでは動画の停止ボタンを押してノートに結論を書きましょうノートに書き終わったら再生ボタンを押しましょうこれで小学校5年生 理科植物の発芽と成長1時間目の学習は以上となります次の動画の学習でも頑張りましょうご視聴ありがとうございました